ガットのテンションいくつが理想？はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあ今回なんですけどね、そのガットのテンションどのくらいで張るのがベストですかって言ったご質問ですね、お答えしていきたいと思います。まあ結構そうですね、ガットのテンションってこう知らず知らずのうちに、まあ、なんとなくこんなかなってしてると思うんですけど、まあ僕正直あんまりこう強すぎず、強すぎず弱すぎず、まあ硬すぎるのもあれだし柔らかすぎるのもある程度ね、経験値の高い方だったら別なんですけど、そうじゃない人はまずはその今回ねお話ししていく内容だから、12345666つぐらいですかねの、まあそのガットの時にこういう見方どうですかっていうのでお話しできればと思いますので、はい、よろしければですねご参考いただければと思います。過去にも同じような動画というかちょっと違った視点でね、動画出してますんで、テニシング TV のところでガットとかストリングとかするとね、はい、相方 A とかですね、うちの店長も出てますので、よろしければですねご参考ください。こちらのチャンネル35歳以上で8割構成されています。最近10代の方ですね、20代の方増えてきてます。60代の方も11%ですね、ご覧いただいてます。よろしくお願いします。こういうボタンとチャンネル登録ですね、ぜひちょっとでもよかったら進めてください。はい、1万人目指してます。はい、まずいきましょう。まあ一番簡単なのは、まあテンション何ポンドがいいというよりも、今自分の張ってるガットのテンションで、それで季節によって分けていくっていった方法があります。例えば夏場だと、まあ日本だと暑くなりますよね。暑くなるからガットが伸びやすいと。で、冬だと寒くなってからガットがね、ちょっとこう、なんだろう、伸びにくい、逆にこうキュッてしまっていくので、例えばまあ極端な話ですけどね、夏の暑い時には2、3ポンド上げる。例えばじゃあ45ぐらいで張ったら48ぐらいにすればいいと思いますし、逆に寒くなってきた場合ね、寒い時に45で張ってんだったら、もうあのあ寒くなってきた時に45で張ってるんだったらね、42とかこうね、2、3ポンドこう変えていくと、良いと思います。まあその地域によっても違うし、なんか暑くなってきたなと思ったらちょっとガットをね。でもあれです、高温多湿のところに置いとくとかなしです。車のね、トランクの中とか、車内放置しても良くないですし、そうですね、湿度の多いところに入れておいても、やっぱガットってすぐ伸びてしまいますし。多くの方間違いがちっていうか、誤解しがちなんですけど、ガットって、まず張ってから寿命がスタートしますね。で、張った後にこう1回打ったらそこから寿命をスタートします。例えば2、3回しか打ってなくて1ヶ月、2ヶ月空いて、で、もう1回ガットまだね、全然使ってないからと言われる方多いんですけども、特に外で使ってしまうと、もう湿気とか、もうほこりとかいろんなものを吸収しちゃいますから、もうガットの劣化、始まっています。なのでね、ちょっといまいちだなと思っても、長く空いた時は思い切って張り替えるのも一つだと思います。まあ季節でね、ちょっと調整していくといいかなと思います。で、二つ目なんですけど、まあ、これは、そうですね、ポリとナイロン。まあ、ナチュラルとかでもそうなんですけど、それによってこう、例えば、ナイロンがしょっちゅう切れるので、まあ、50ポンドで貼ってて、ポリで50で貼りました。なんかちょっと硬いんだけどなとか、ちょっといまいちなんだけどなって、ポリの方が素材が硬いので、耐久性っていうのはガットにおいては切れにくさなので、素材が硬いものを使ってますから、ナイロンと比べて。って考えると、やっぱり、こう打感が悪くなりますよね。なのでポリとナイロンの場合は、僕個人的な意見ですよ。例えばじゃあ僕ナイロン、じゃあバイフェイスを50ポンドで貼ってましたってなったら、ポリにした時は僕5ポンドぐらい下げますね。まあ、これはもうほとんどその人の、感じ方の違いですし、まあ一概には言えないんですけど、まあ、ちょっと下げてみるといいかな。ポリの、ね、種類というか、その素材にもよりますし、ね、例えば多角形だったりもよってきますし、ね、太さだとかいろいろ、まあそれによって変わるんですけど、基本的にナイロンからポリに変えたときに、ポリの方が高く、テンション高く張るっていうのは、あまりお勧めできないし、実際問題、それであれば、ナイロンの時のテンションが間違ってたってことになると、個人的には思いますので、まあそういったのを考えると、まあポリにした時はちょっとこうね、下げる。まあナイロンと同じテンションを保ちたいからって、ポリをね、ナイロン1.25と1.30あって、ポリを1.10、1.15にするんだったら同じテンションでもいいかもしれないんですけど、まあそこら辺もちょっと工夫しながらですね、考えていただけると良いと思います。
で、まあ、ちょっと今お話しさせてあげましたけどね、3つ目なんですけど、ゲージ。例えば、今打ってて、なんかね、こう、ボールが手元で、こう、乗っかってるのを感じられないとか、なんか弾いちゃうみたいなイメージが強くて、前までそうじゃなかったんだけどなーって方はですね、ゲージをちょっと太くしてあげるといいと思います。結構ね、今のポリガットとかでもナイロンガットということで細いゲージが出てくるんで、その細いゲージ、今のゲージよりもちょっと太く。まあ、太くって言っても、ナイロンだと 1.3 とか、まあ、1.3 かな、1.3 がまあ僕の中では太いっていうか、ゲージになりますし、ポリだったら、まあ、1.30 ってよっぽどのボール打たない人は打感が鈍くなるんで、1.25 がマックスかなと思うんですね。なので、まあまあ、ある程度、その、ゲージで変えていく。まあ、多くの方は大体、ナイロンだと130、125で、ポリだと125前後、120で、販売されてて、お店に並んでることが多いので、ポリだった場合は、おそらく、レスポンスが実は悪くなってるのに気づかず、腕が痛くなったり、肘が痛くなってしまうことがあって、で、実はナイロンのね、同じゲージ貼ってても、ボールが飛ばないって方が多いんで、ポリを、なんかナイロンからポリ変えた時に、いまいちだなと思う方は、おそらくね、ポリのゲージを下げるといいと思います。1.20 とか、1.10 とか、1.15 とか、まあ、1.18 もありますかね。いろいろあるので、ポリの場合はちょっとこうイマイチだなとかゲージを下げていってもいいと思いますし、打球感ね、ちょっと今までと変わったってなったら、そういった風に工夫をしていかれるといいと思います。まあだからこう難しいんですけどね、でも結構そのナイロンが125とか使って、ポリそのまま125使ってますってなった人になんかボールが飛び悪かったりとか手首肘痛めるって時は、僕はちょっと1個下のね、ナイロンからポリに変えた時は1個下とか2個下のゲージから試していただくようにしてます。そうすることで、こう同じような感覚でテンションね、こう保つことができると思います。はい。でその次はラケット、だボックス形状なのかラウンド形状なのかね、ここが四角形になってるのかね、こうちょっととんがっててこう丸くなってるのか、まあ、最近はこのラケットでボックスラウンドみたいなね、ボックスの形しながらちょっとラウンドの性質を持ってるのもあるので、ラケットの性質によっても変わってきますので、まあ例えば、ラウンドからボックスに変えたときは、まあ、ちょっとテンションを低く張ったりとか、ね、ボックスからラウンドに変えたときは、ちょっと飛ぶからテンションをこう上げていったりっていうのは僕の個人的な考えなんですけど、まあ、その時でこうテンションをちょっと変えていく必要は、あると思います。まあ、大体なんですけども、ポリだと45前後で僕いいと思いますし、ナイロンだと50前後でいいと思います。だからその時に、まあ、ちょっとね、ラケット変えて、まあ、ラウンドからラウンドに変えても、やっぱラケットって同じ重さで同じフェースの大きさをしてても、やっぱり種類が変わると、ちょっと変わってくるので、なんか飛びが悪いなと思ったらちょっと緩めてみたりとか、飛びが強いなと思ったら、ちょっとね、肩変わってみたりってするのも一つだと思います。ただ一つ言えるのは、例えば打感がぼやけてね、なかなかうまくいかないとか、なんかぼやけた打感とかは、なんとかならないかってなった場合は、そもそもラケット自体が上達によって、はい、相方へともねお話ししてるのもあると思うんですけど、同じコーチ歴20年目のねのこともある、その時はラケット自体を変えていかれた方が、いいんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、今までお話しして、全てのガットのテンションが合ってるのか合ってないのか、何ポンドで張っててもそれを確かめるのはね、この次の方法。もうこれはもうずっと僕動画上げ続けてますけど、まあこうやって、いじった時に、これは RPM ブラスト、125で貼ってます。もう2週間目ぐらいですかね。まあほとんど自分の練習はしてないんですけど、それでもやっぱ、こうやって削れる。この、削れる凹凸ができて、このカチカチ、しっかり、ずらすね、こうやって言うのであれば、そのラケットのご自身が貼られてるテンションは適切だと思います。逆に、これをいじっても全然音しないし、なんか、そんな、なんか、カチッカチッもなんかすごいこう、薄いというか、で、溝も全然できてないって方は、今貼ってるテンションもしくはゲージだったりですね、ちょっと合ってないのかなと思いますね。そういう時は、まあ、テンションをこう、変えるなり、削れてないってことは、まず二つ理由が考えられて、ガット自体が合ってないのか、ガット自体が合ってないのはポリとナイロね。ポリ使っててもポリ自体が合ってなくてナイロの方がいいのかもしれないし、もしかしたらゲージがちょっと、合ってない。
ちょっと細くして、こうカチカチ言うようにしてあげると、これね、よくたまにフラット気味だから全然減らないよって人もいるけど、フラット気味のちゃんとした上手な方はこのくらい簡単になります。なので、このカチカチってならなかった場合は、とかカチカチっていうのがちょっと弱かった場合ね、長い間プレイしているのにかかわらず、ストリングね、もしくはゲージテンションね、テンションがまあ合ってないと往々にしてありますので、その時はちょっとテンション変えてみてもいいと思います。でテンション変えてもいまいちだった場合は、もう本当にガットの種類が間違ってますんで、ガットの種類変えてください。でまあこんな話をしてて、でまだ切れガットが切れたことがないって方は、僕一番おすすめなのはハイブリッドにしていく。縦にナイロン、横にですね、多角形のポリガットを挟んでいくと、まあ、普通のポリでもいいですけど、切れます。で、縦ナイロン、横は、ポリで切れなかった場合は、やっぱりどんな人でも切れます。ちゃんと練習していけば、中級、初中級レベルからもう切れます。まあ、初中級レベルどのくらいかって言ったら、ね、10回に1回はいいボールが飛ぶみたいな感じで打っていく人であれば切れます。で、やっぱここからしっかり加速していくことで、ボールが潰れてくれますので、ボールが潰れてくれるとなると、まあね、スイングの効率も良くなってきて、テニスの上達もしますし、適切なテンションになってきます。ハイブリッドにして、テンションをちょっとずつ調整していくといいと思いますね。僕結構お客様が進めるときは、もうマイクロナイト王道、マイクロナイトで横がトルネードとかアルパワーラフとか、ツアーバイトとかハイパーアジですかね。それで結構切れるのを目指していただきます。まあ大体45、6で張っていただいてっていうのが、僕の中で目安なんですけども、まあ、それである程度切れるようになってね、その効率のいいスイングが身についてきたら、次のストリングっていうのは進むかと申します。なのでね、テンションで一概には言えないんですが、今回ご説明差し上げた中で、ああちょっと自分こうかもなと思ったら、合ってなかった場合はちょっとテンションをいじってあげる。テンションいじってダメだった場合はガットの種類だったりゲージですね、変えてあげると。ラケットをですね、同じ重さ、同じフェースの大きさでも変えると、ね、同じラウンド同士、ボックス同士変えても、やっぱ若干変わってきますので、はい、そういったのを事情を加味しながら、はい、テンションを考えていただけると、心地よく、そしてね、テニスが上達していくと思いますので、よろしければご参考ください。ちなみに私は、これをですね、スピード、MP を、ブラスト125を40、この間6で貼ってたんですけど、48にしました。48で貼ってます。よろしければご参考ください。いつも応援ありがとうございます。さよなら。